霊夢と、マリサの、暴走族チャンネルこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。いつもと違うミュージック、ってことは、そうだぜ、今回は千葉の偉人シリーズをお送りするぜ。今回は誰なの？徳川昭武だぜ。確か大河ドラマ、青天を衝けで民部公子と呼ばれてた人だったね。その人見とでしょ？千葉関係あんの？あるから動画にするんだぜ。ってことで早速始めようぜ。それでは、ゆっくりしていってね。徳川斉昭の18男。徳川昭武は1853年、江戸駒込の水戸藩中屋敷で、水戸藩第9代藩主、徳川斉昭の18男として誕生するぜ。幼名は与八麻呂。ってことは17人も兄貴がいたのか。まず長男の義敦は水戸藩第10代藩主、五男は後の稲葉鳥取藩第12代藩主となる池田義則、七男は皆さんご存知、江戸幕府最後の征夷大将軍となる徳川義信、八男は後の武蔵川越藩第6代藩主となる松平直義、九男は後の備前岡山藩第9代藩主となる池田持政、十男は後の石見浜田藩第4代藩主となる松平武明、11男は後の下野喜連川藩の第11代藩主となる喜連川綱氏、14男の松平明国は幼少期の昭武に大きく関わってくるぜ。ほうほう。で、16男は後の肥前島原藩第8代藩主となる松平忠和、17男は後の日立土浦藩の第11代藩主となる土屋重直。ここまでが秋武の兄貴たちだぜ。さすが徳川御三家だけあって全国各地に藩主として迎え入れられてるんだね。ここから秋武の弟になるんだが。まだいるの？19男は後の会津松平家第10代当主となる松平信則。当主？藩主じゃなくて？会津の最後の藩主はあの有名な松平かたもりだぜ。あ、なるほど。そして22男は後の睦森山藩第7代藩主となる松平頼行だぜ。斉昭ファミリー恐るべしだね。そして話は戻るが、秋武の生まれた1853年はくしくも、あの浦賀ペリーの乗る黒船が来航した年なんだぜ。なんか因縁を感じるね。激動の幼少時代。ここでは秋武の幼少期を紹介するぜ。よろしく。秋武は生後半年から水戸にて養育されることになるんだが、ここで父、斉昭から水戸学を徹底的に叩き込まれるぜ。水戸学って何なのさ？学とは言っているが学問的なことではなく、超大雑把に言うと、尊王攘夷につながる思想的な考え方、ということだぜ。尊王攘夷って、君主を尊び、異敵を払うって意味だったね。そうだぜ、つまり国の存在を脅かす敵は武力で追い払え、というのが斉昭の考えだったんだぜ。それを秋武は幼少から叩き込まれたってわけだね。しかも秋武が生まれた年にアメリカが通商を求めて日本にやってきたことで斉昭は、今こそ尊王攘夷のもと、外国船を追い払うべきだ。と海防参与として幕政に関わるも、考えや行動が過激すぎて窒息させられたぜ。そんな江戸も水戸もバタバタしてる中、1863年に秋武は再度江戸入りすることになるぜ。まだ10歳なのに大変だね。そして12歳になると、京都で病に伏した兄、松平明国の看護の名目により上洛すると、退去中の砂漠活動は多忙を極め、金門の変や天狗党の乱に際しては一軍の将として出陣するなど、幼年ながらも幕末の動乱に身を投じているぜ。12歳って言ったら今なら小学生だよね。その功績で従位の下、侍従兼民部大夫に叙任するとともに、名を秋武と改め、当主不在であった清水徳川家を相続することになったぜ。ここで出た民部大夫、ところで青天を衝けで言ってる民部公子とは違うの？民部公子とは官職名民部大夫と、尊い人の子息を意味する公子を組み合わせた造語だぜ。なるほど。この頃は兄義信は征夷大将軍に就任することになったぜ。第15代将軍だね。ここから秋武の人生が義信と共に大きく動き出すことになるぜ。ほうほう。パリ万国博覧会と欧州留学。さて、第15代将軍となった兄義信から、秋武に新たな命が下されるぜ。ほうほう。それは将軍義信の名代として、パリ万国博覧会への派遣だぜ。これには将軍義信のある思惑が隠されているぜ。ほうどんな？
慶喜は徳川一門の中で、自分の後継者たり得るのは秋武しかいないと考えており、会津松平家の養子入りが決まっていた秋武を、将軍を出し得る家、清水徳川家と半ば強引に養子入りさせたぜ。その代わりに弟の信則が会津松平家10代当主となったんだね。ということで秋武をパリへと送り出すことで、世界中に時代の将軍の存在をアピールさせたぜ。なるほど。ちなみに万国博覧会は世界各国から膨大な出品物を集めて開かれた世紀の大イベントで、日本が初めて参加をすることになったのがこのパリ国際博覧会だぜ。ふむふむ、実は江戸幕府だけでなく、薩摩藩、佐賀藩もそれぞれ出展したぜ。この頃から薩摩は露骨に幕府を挑発し始めてたね。で、この時フランスの皇帝ナポレオン3世は、日本の将軍にもパリ訪問を要請したが、混迷の極める政局の中で長期間将軍が日本を留守にするわけにはいかなかったぜ。だから秋武に白羽の矢が立ったわけだね。そしてその会計係として随行したのが渋沢栄一で、通訳にはアレクサンダー・フォン・シーボルトがついたぜ。シーボルトって伊能忠敬の時にも出てこなかった？そう、当時禁止されていた日本の地図を持ち出したあのシーボルト事件で、日本から追放されたのは父のフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトだぜ。詳しくは伊能忠敬の解説動画をご視聴ください。で、到着後の秋武はナポレオン3世に謁見し、パリ万国博覧会を訪問したぜ。当時のヨーロッパから見れば、遠い極東の島国である日本のことはほとんど知られていなかったが、この万博に参加したことで、後に本格的に勃興するヨーロッパでの日本愛好熱、ジャポニスムの大きな契機となったぜ。当時はオランダとしか交易してなかったから情報が全くなかったんだね。万博終了後に引き続き、幕府代表としてスイス、オランダ、ベルギー、イタリア、イギリスなど欧州各国を歴訪し各国の王に謁見したぜ。結構ハードだね。ちなみにイギリスの英理新聞で秋武は、プリンス徳川として大きく紹介されているぜ。プリンスって日本でいうところの皇太子じゃないの？直訳するとそうなるんだが、ともかく秋武が次期将軍の有力候補であるとの認識であり、慶喜の思惑通りにことが進んでいたぜ。世界中の世論を味方につけようという作戦だね。で、一通り謁見が済んだ後はパリにて留学生活を送ったぜ。外国を知り、外国と同じ力をつけて日本を守る、そんな目的があったよね。まあ留学といっても学校に入るようなものではなく、教育係として派遣された陸軍中佐、レオポルド・ビレットに指示する形で行われたそうだぜ。ここで西洋式の軍事システムを学んでいくんだね。また秋武と共に投入した渋沢栄一ら、当時最高の知的エリートたちからなる使節団の人々は、ヨーロッパの最新の知識を持ち帰り、明治維新後の近代化に大きな足跡を残すことになることは言うまでもないぜ。後の日本資本主義の父と言われる下地をここでつけていくんだね。この知識を持ち帰って江戸幕府はますます強、江戸幕府が滅亡したぜ。あわわわわわ、ここで大政奉還だったんだ。パリでの留学中の1868年、慶喜が大政奉還を行ったとの知らせが翌年秋武の元に届き、また鳥羽伏見の戦いの方がフランスの新聞に掲載され、留学どころではなくなってしまったぜ。そしてほどなく新政府から帰国要請が届くが、一方慶喜からこのまま滞在し勉学するように手紙が送られているぜ。どうすんのこれ。結局滞在費及び帰国費用が底を尽きてきたことや、新政府の命に逆らうことが徳川家の印象を悪くすることから帰国を決意したぜ。さらに長兄の水戸藩主、吉厚が死去したとの手紙が届き、水戸藩の政情安定のために次期藩主に指名されることとなったぜ。何もかもが急すぎて大丈夫か秋武。最後の水戸藩主。ということで1868年、ヨーロッパから帰国することになるぜ。で、その道中で秋武は、朝8時、ここはを飲んだ後、海軍交渉を訪ねる。と日記に記しており、これは日本人が初めてここはを飲んだ最古の資料記録となっているぜ。へぇ。そして神奈川へ到着した秋武はその足で東京城に向かい明治天皇に拝謁し、翌1869年に水戸徳川家を相続し、藩主に就任したぜ。最後の水戸藩主だね。しかもこの頃は行動感染争といって、水戸藩内の保守派と改革派が身内同士で争うなど混迷を極めたぜ。しかしその後藩籍奉還により民部台府を次官し、水戸藩知事となるぜ。それでも藩内の混乱には変わりないんだよね。
そこで開拓中の北海道土地配分を出願し、北海道手塩国のうち苫前郡、手塩郡、上川郡、中川郡と北見国のうち利尻郡の警護郡の支配を命じられたぜ。厄介者を遠くに飛ばそうとしたのかな？財政的に困窮していたから食い口を探していた、というのもあると思うぜ。そして1871年の廃藩置県により藩知事を免ぜられ、水戸藩下屋敷であった東京府向島の小梅邸に暮らすことになるぜ。重責から解放されて正直ほっとしたんじゃないか？その後1875年に陸軍少尉に任官し、初期の陸軍富山学校にて教官として生徒隊に軍事教養を教授しているぜ。オフランス仕込みのノウハウ伝授かな？また秋竹が結婚したのもこの頃だぜ。これまでは何かと忙しかったから、ようやく結婚できるくらいに落ち着いたのかな？しかし秋竹には落ち着いてる暇はないぜ。なぬ。1876年にフィラデルフィア万国博覧会が開催されることになると、秋竹は御用係となり訪米したぜ。パリの万国博覧会に参加してるから、その経験を買われたのかな？そして万博参加後は引き続き鉄道での大陸横断や、軍事施設及び都市の視察も行ってるぜ。さらにフランスへ兄弟の土屋重直、松平信則も同行して再度留学することになるぜ。で、パリ到着後はレオポルド・ビレットと再会し、彼の手引きで名門エコール・モンジュへと1年間入学することになるぜ。ビレットさん仲良しだね。前回の留学から文通が交わされるほどの無二の親友だったそうだぜ。秋竹はこの他にも前回の東亜を雇い外国人を通じ、ヨーロッパ各地でのコネクションを広げていったことで、同じようにヨーロッパを訪れた日本の要人には、秋竹の仲介で現地の友好関係を築いた人がたくさんいたそうだぜ。世界へ人脈を広げてるね。そして留学終了後、同じくフランスに留学中の甥の徳川敦義と欧州旅行して、ロンドンへ半年滞在した後、1881年に帰国したぜ。世界で活躍する日本人は数多くいたけど、そこには秋竹のコネクションが大きく関わってたのかな？多分そうだと思うぜ。松戸と朝廷と松戸徳川家。秋竹帰国後の1883年に長女秋子が生まれるが、産後の日立ちが悪く妻森子が亡くなってしまったぜ。そのことがショックだったのか、なんと隠居願いを提出し、甥の敦義に家督を譲ったぜ。世界中を何度も駆け回って、自身も疲れちゃったんじゃないのかな。そして翌年には生後を伴い、千葉県松戸市にある途上邸に移り住むことにしたぜ。ここでようやくさっきから動画を垂れ流ししてる途上邸が出てきたね。でもなんで松戸なの？生まれ故郷の水戸じゃないの？松戸は江戸と水戸を結ぶ水戸街道の宿場町で、途上邸付近に位置する松戸神社には、水戸藩2代藩主徳川光圀ゆかりの胃腸の木があるなど、古くから水戸藩とつながりの深い土地だったんだぜ。水戸街道、鉄道で言えば常磐線だね。で、秋竹の日記によると、彼は1875年正月に狩猟のため松戸を訪れていて、案内人を立てていることから見て、この時の秋竹はそれほど松戸の地理に詳しくなかったものと思われるぜ。ふむふむ。だがそれ以降、頻繁に松戸を訪れるようになったことから、眼下に江戸川、遠くに富士を望む小高い丘のこの場所が気に入ったんじゃないかと思われるぜ。確かにいい景色だね。そしてこの途上邸は徳川慶喜をはじめとする徳川一門の人々、東宮時代の大正天皇などが訪れるなど、家族の交流の場としても使われることとなったぜ。もはや日本国内外で人脈の要となったね。そして1892年、次男の武貞が子爵に叙されることになり、ここに松戸徳川家を創設することになったぜ。千葉県の地名がつく徳川家があったって知らなかったよ。なお隠居後の秋竹は自転車や狩猟、写真、園芸などの多彩な趣味を有し、盛んに兄義信がいる静岡を往来し、一緒に写真撮影や狩猟に出かけるなど交流を深めたぜ。義信の多趣味は有名だけど、弟の秋竹も同じだったんだね。もちろん義信もこの松戸に何度も訪れてるぜ。二人とも若くして重役を任されてきただけに楽しい日々だったろうね。ちなみに写真撮影には熱心で自ら現像も手掛け、現在もなお多くの写真が残されているぜ。当時のカメラは高級品だったから富裕層にしかできない特権だね。だがそのおかげで明治期の松戸の風景を鮮明に残すことができ、松戸の宝として今でも受け継がれているぜ。言い伝えや文章よりも説得力あるもんね。そんな余生を送った秋竹は幼い水戸徳川家当主の後見人を務めるなど、最後まで徳川家に尽力し、1910年7月3日、小梅邸にて死去するぜ。享年58だぜ。お疲れ様でした、という言葉しか思い浮かばないね。
これで徳川昭武の解説は以上だぜ。あの頃は渋沢栄一がクローズアップされやすいけど、慶喜、昭武ブラザーズと出会ってなければ、日本資本主義の父になってなかったかもしれないね。そうかもな。ではここで、少しだけ途上帝を紹介するぜ。よろしく。まずは表座敷だ。途上帝は来訪者と家族の部屋は別々に建てられていて、この表座敷は皇室や家族を丁重にお迎えする場所となっているぜ。ここから立派な庭園が見えるね。次は今だぜ。ここは昭武が暮らす部屋だぜ。意外にシンプルなんだね。だがここから富士山を眺めることができることから、眺望にこだわったんじゃないかと思われるぜ。なるほど。続いて奥座敷。当時から液晶テレビがあったんだね。あるわけないだろ。解説用に設置されたモニターだぜ。冗談冗談。次は湯殿だぜ。いわゆる風呂だね。残念ながらこれは昭和の頃に作られた浴槽のようだぜ。そして最後に離れ座敷だぜ。この部屋は昭武の生母宗帝が使用していたそうだぜ。他よりも広い作りになってるね。と、一部のみ紹介したけども、し興味があったら訪れてほしいぜ。駅から近いの？松戸駅から徒歩10分くらいだぜ。楽々行けるねー。さて、ここまでいかがだったでしょうか。またご縁があれば次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録は不要です。それでは、ご視聴ありがとうございました。